お願いいたします。こんにちは。ようこそ山中区にお越しくださいました。ご挨拶ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。はい、真ん中の皆様もどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、この姿のままでドライブしたり、そしてクルージングしたりします。後ろの皆様もよろしくお願いします。さあ、出発するときはフロントガラス部分から霧状の水が浮き上がります。窓側のお客様、ミストがかかっちゃうかもしれません。とても気持ちがいいです。さてはね、まもなくで、ね、出発いたします。水陸両用カパバス全部で4台ありますが、今日はその中で一番距離を走っているガンバリアの2号車でご乗車いただいています。おやつを我慢していきましょう。それでは元気よく掛け声かけて出発です。いきますよ。 Are you ready? イエーイ。はい、いきますよ。さあ、このフィルしぶきの中駆け抜けていきます。とっても気持ちがいいですね。さあ、動き出しました。水陸両用カパバス、今日最後の便です。みんなでね、元気に一緒に行きましょう。右側、スタッフ、手を振って見送ってくれます。行ってきまーす。挨拶交わして行きましょう。せーの、行ってきまーす。ありがとうございます。これから狭い片言道を通って、ダイビングしに行っちゃうんだよ。浜に出るまでの道がうっと狭いんです。よろしくお願いしますね。はーい、というお返事返ってきました。さあ、今日一緒に冒険ツアーに行くメンバーを紹介したいと思います。まずは私、声が大きいのが特徴的なアテンダントファンちゃん、ありがとうございます。そしていつも素敵な笑顔で迎えてくれる運転手たくしくん、さらにちびこばちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。大きな大きなカパバス、全長は 11.9m あります。で、横幅が 2.48m、 大型バスとほぼ同じ大きさ、大きな車体です。バイク道に入りました。目の前坂道、一気にね、横幅が狭くなっています。一気に駆け下りていきますので、皆さん落ちないようにしっかり捕まっていきましょう。さあ、行きますよ。今までにここで何人も転がりをしたことがある犠牲者が出ているところ、もっと狭いところ入ります。さあ、たかしくん、大丈夫か。頑張って。素晴らしい運転技術に拍手。さあ、皆さん、目の前山中が広がってきました。はい、あー、ラッキーです。この右斜め前、白鳥さんの親子の姿見えています。お母さんとね、あとね、子供たち2羽、3羽でね、姿が見えました。なかなかね、タイミング重ならないんです。今日はその姿が見えて、とってもラッキー。さあ、それではね、このバス、水しぶきかかる可能性、120%。その時の風向きによっても変わりますが、今日はどうですか、たかし君。大丈夫そうですね。ということで、このままで一緒に飛び込んでいきます。それではカメラ、ビデオお持ちのお客様、このタイミングでご用意をお願いします。船のエンジン今鳴りました。大丈夫です。かかってきました。このままで一緒に飛び込んでいきたいと思います。加速しますのでね、皆さんしっかりお手元にご用意をお願いします。もう一度掛け声をかけて心を一つにしていきましょう。 Are you ready?